ちょっと。はい。はい、皆さん、こんにちは。今日は、ダグダー料理教室の第49弾ということでですね。今から、菜の花と鶏団子のスープを作っていきたいと思います。では、ですが材料を紹介していきましょう。ちょっとね。まず、鶏ひき肉ですね。鶏ひき肉が、だいたい 200g ぐらいですね。200もない。150から200ぐらい。で、それから、菜の花は今ちょっと湯がいているので、あとで、スープの材料が、水が1000ミリリットルと、コンソメスープのキューブのやつが2個、あと塩、醤油で味をつけていこうと思います。では、まずですね、菜の花を湯がいている間に肉団子を作っていきたいと思います。で、ちょっとこれを置いて、よし。中身が。はい。はい、では今から。肉をこねこねして団子を作っていきたいと思います。でまずですね、ここでポイントですけれども、ひき肉を練るときは塩だけをまず入れて、ちょっと入れようかな、塩だけを入れて、今だいたい、そうだな、小さじ3分の1ぐらいの塩を入れましたが、その塩だけを入れて練ってください。よいしょ。ミリ。塩だけで練ることによって粘りが出て口当たりが滑らかになりますので。ハンバーグとかの時もこのようにしてください。よいしょ、はい。もうちょいだな、もうちょいだな。よいしょ、10分ぐらい。手にのようにね、まとわりついてくるぐらいまで頑張って練ってください。こんぐらいまとわりついてきたら、いいでしょうか。いいでしょうかね。よし。いいでしょう。水をちょっと加えて柔らかくします。だいたい大さじ1杯ぐらいの水を加えて柔らかくしていきましょう。
醤油を、小さじ3、グラムやから小さじ3、あ、違う、小さじ2分の1の醤油を加えます。これぐらい滑らかになれば、はい、結構かと思います。これぐらいでいいかな。そうだな、柔らかい方がいいので、もう少しだけお水を足しましょう。こんな感じになれば鶏の肉団子の完成です。ちょっと待ってくださいね。はい、ということで、はい、ちょっと時間がね、大体7分ぐらいでしまいましたので、一旦、ここでパート1を終わりにして、次パート2、スープ作りに進んでいきたいと思います。では